皆様こんにちは、坂東巳之助でございます。どん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 年を重ねるごとにですね、自分の中にこの新春浅草歌舞伎というものがこう染み込んできまして、もう本当に1年を浅草以外で始めるというのがもう考えられないぐらいのところまで来ましたけれども、またその新春浅草歌舞伎の時期が来たんだなと、1年っていうのは早いなということを感じる公演になってまいりました。昨年の篠切、そして今年の吉野山に続きまして、来年は鳥居前ということで、なぜかこうお話がどんどん巻き戻っていくという狂言立てでございますけれども、トータの役を務めさせていただきます。やはり、コミカルな役どころですので、楽しく、面白おかしく務めさせていただいてですね、お客様に新年の初笑いをお届けできればというふうに思っております。続きまして、お浜御殿の富森助右衛門でございますけれども、松屋さんとの会話劇でございますので、お兄さんと2人でしっかりとお芝居を作り込んで皆様にお届けできればなというふうに思っております。そして第2部では引き窓の二人侍と呼ばれるお役を隼人君と2人で務めさせていただきますけれども、丁寧に務めさせていただきたいなというふうに思っております。そして最後に京人形という踊りを踊らせていただきます。打ち出しとして華やかに務めさせていただけたらいいかなというふうに思っております。そう、優しい。ぜひぜひ皆様、劇場に足をお運びいただきまして、我々と一緒に明るく楽しい2018年の幕開けを過ごしましょう。皆様、浅草公会堂でお待ちしております。